みんなのためになるような企画やりたいなと思って。おう、ために、うん、ちょっと考えてみました。何ですか？ LINE を決定せー。おい、やっぱもう欠かせないツールですからね、 LINE っていうのは。もう、そうだな、慣れすぎて LINE の文面こだわってますかっていう。こだわってないかもね。ちょっと適当に打っちゃってません？あ、こだわってないかもしれない。流れ作業みたいな、うん、適当に打っちゃってるよ。いや、それじゃあちょっと良くないんじゃないかな、うん、付き合い的に。そう、ということで今回いろんなシチュエーションによってみんなから LINE をもらっておりまして、へい、それを、まあ、あらゆる人に投げまして、うん、どの LINE が一番好評だったかっていう順位を決めました。みんなマジふざけてないでしょ。もうマジふざけてない、ふざけてない。俺ももうガチンコで言ってるから、もう名前も伏せて送ってます。あ、まあ、誰が誰かもわかんない、はい。じゃあ、何これ、やっていきましょうか。やっていきましょう。はい、2つ目のシチュエーションは、先輩にご飯をおごってもらった時のお礼の LINE。まあ、これは絶対みんな返すからね。これはする。で、多分いつもやってることなんだけど、いざじゃあ、本当に考えた時に、ちゃんとできますかっていう。はい、じゃあ、カオルから、カオルの LINE、はい、教えてもらっていい？お疲れ様です。今日はごちそうさまです。ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。先輩と の食の好き嫌いが一緒だったので、また一緒にも行きたいです。仕事の時と違って話しやすかったです。今日の先輩なんかすごく好きでした。コアラ、仕事の話が多かったので、次ご飯行った時はプライベートの話もしましょう。また明日会社でよろしくお願いします。おお、なるほどね。コアラがそつなくて、うん、かっこわらをこう好きでしたなと入れることで、あ、ちょっと本気の好きじゃないよっていうのも交えつつ、なるほど、ちょっと効果ありました。はいはい、なるほどね。よかったですね。これがどう出るかね、うん、リーダー、俺行こうか。俺は丸丸先輩、今日はごちそうさまでした。ご飯めちゃめちゃ美味しかったです。悩みも聞いてもらっちゃってすいません。なんか汗って今じゃ、そのおかげですっきりしました。今後も頑張れそうです。またぜひご飯行きましょうね。その時は僕がごちそうしますよ。びっくりびっくり、わら、ありがとうございました。おお、これやっぱあんまり長すぎても僕はあれかなと思って、まあちょっとそれぐらいで、でも男性でも女性でもいけるような。なるほどね。もうその先輩という方に対してっていうやつだね。いい、これいいと思う。これ絶対ね、いいと思う。ヒカル、俺はですね、まるまるさん、今日はありがとうございました。ご飯もごちそうさまです。いろんな話ができてめちゃくちゃ楽しかったです。悩みにもためになるアドバイスをくれて相談して本当に良かったなと思います。一緒に飲んでると盛り上がってお酒たくさん飲んじゃいますけど、またご飯連れてってください。明日からもよろしくお願いします。あー、まあ、まあ、結構みんなマジでリアル、マジでリアル言ってるのがはずいな。マジリアルやん。はい、ということで、まあ、この3つね、順位がついてるでしょ。実際に先輩に LINE を名前伏せて送りまして、はい、3つを読んだ上でどれが一番良かった、また連れて行きたくなる後輩はどれかっていうので選んでます。なるほど。で、今回お願いした先輩がプリンセスキング大林さん。もうリアルに先輩がまたこいつとだったら飯行きたいなっていう文面なので、もう誇ってください。これは1位の方、それでは順位を発表します。まず第2位、大島ひかる。おい、これでも、あ、俺1位や、ごめんな。お前だって大将ちゃんも、まるまるさん、今日はありがとうございましたっていう、あの、ご飯ごちそうさまです、また連れてってくださいって言ってるやつ、大林さんからコメントありまして、かわいい、すごくかわいい後輩、ただ冒頭のご飯もの も気になるけどな。ご飯でええやん、も邪魔やな。大林さんもまあまあ特殊やから。ご飯ごちそうさまでしたでええな、も邪魔やな、そのせいで2位。俺はもうもだけで今2位になった。もだけでなったんや。じゃあもう多分1位2位は接戦で、3位がもうすごい離れてる感じだな。可能性あるな。お見事、ダントツのぶっちぎりの最下位って書いて3位と送ってきてます俺に。何それ。先輩にご飯をおごってもらった時のお礼の LINE、 また連れて行きたくなる後輩ランキング第1位。やばい、平野大心、いらっしゃい。悩みも聞いてもらっちゃってすいません。そのおかげでスッキリしました。今後も頑張れそうです。またぜひご飯行きましょう。その時は僕がごちそうしますよ。ありがとうございました。これはね、コメントもすごいですよ。マジで素晴らしい。端的にお礼と感想、感想も短くていい。わらさん、あとその時は僕がごちそうしますよ、わらのわらがあることで冗談も入って可愛らしさが、そうやですよ。
大前さん分かってらっしゃる。本当におごってもらおうっていうこっちが気負っちゃうんじゃなくて、あまあまあまあ、そうそうそう、いいいいってこうなる。そうやねそうやね。あーすごい。そうやっぱあんま長すぎてもね夜良くないなと思ってんの。なんちゃんと先輩のツボをついてる。はい。多分これ大前さん限らずだと思う。これはそうやと思うな。芸人さんうんぬんじゃないのこの感想は。先輩として可愛い後輩だなとなった。ありがとうございます、お前さん。いや、お前さん、やっぱいい先輩にも、本当にもう素晴らしい先輩です、本当にありがとうございます。さあ、ダントツぶっちぎりの最下位、コメントも激長です。タオル、コングラチュレーション。お前さんからのコメント、まず長い。ダラ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 、バカなんか。文章構成能力ゼロか。あと、バカのくせに食とか使うな。食の好き嫌いね。食とか使うな。食が合わんかったらいかんのかと。そうだよね。あと食って言うな。それ多いな。今日の先輩なんかすごく好きでしたってなんやねん。いつもはいつもの俺はどないやねん。あーなるほど。だからね、女性が食ってるからさ。仕事の話多かったので悪かったな。仕事の話長くて友達か俺とお前は。仕事の話がベースやろが、お前いちいち感想にちょこっと文句添えるな。確かにな。確かに。確かにそうだね。文句添えてんな。あとお前みたいなやつが食って言うな。やったな。というね。面白い。確かに。文句言っちゃう。そうかもしれない。そうかもしれない。文句と思ってないけど俺らは。うん。なんかいちいち言わんでよかったかもっていうこと言ってたかも。そうだよね。それはだってもう俺もなんか変なこと言ってんなと思ったもん。今度プライベートの話もいっぱいしましょうねみたいなのが、いい意味で俺ら言ってたけど、いかんかったのかなってあっちは捉えちゃった。確かにね。まあこれが異性の、まあ女性の先輩やったらまた違うのかもね。踏み込んでいこうっていう。そうそうそう。仕事じゃなくてプライベートでも私と仲良くしてしたいのかなっていう。そうそうそう。もしかして私に恋があるのかもっていうのは女性の方だったら伝わってたかもしれないけど。なるほどね。男性のお前さんかよ。第3位。やば、はず。いやこの何はずいって、やっぱ本気で書いてるのがはずいよね。ガチだ。ガチなのがはずい。今まで送ってたでしょ、お前さんに。お前さん送ってた。ございました。で、あっちも、あ、全然ええよみたいな。また行きましょう。うん、今度その時。それでよかったかな。それでよかったかな。それでよかったかな。まあ、お前さんはね、こう間柄もあるから、結構本当に簡潔で。お前さん、あんま言わないでタイプなの、俺を。そう。ただ伝えないでっていうタイプだから。あたしはみたいな。ちょっと人にもよるけど、まあ、まあこういう順位が出ました。いや先輩だった場合は、これはいいよ別に。1位リーダー、2位俺、3位が薫。いい。このシチュエーションだった場合こうなりました。まあ先輩と LINE しにしね。あ、そういうとこやもん。そういうとこ、文句添えてるな今。人の文句しか出てない。先輩と LINE しにします。直接会うことしかしない。文句ばっかり。一回文句添えてる。連絡手段を取らんから。じゃあ、異性だったら自信あるんですか？異性だったらよかったです。あ、異性ならいけるわ。なるほど。じゃあ次のお題。成人式で久しぶりに会った気になるそれほど関わりのなかった女友達を遊びに誘う LINE。 これはいける。いける。自信ある。いける。女性だったら自信あるんだね。女性自信あるから。俺これめっちゃ難しかったわ。まあ、あんまりその深く関わりがない人と、まあ、成人式でばっかり会っちゃった。そこで話がうまく弾んだ。いやちょっともう一個遊んでみたいなとか、成人式っていう形じゃなくてプライベートとして遊びたいなっていうことで誘う1個目の LINE、ね、これを今回まあ、ある方に送りまして、フラットにズバズバ言ってくれる人いないかなって思ったの俺のそばに、いたわと。だから、ね、血がつながってる俺の姉がいたと。もう思ったことまんま言うタイプだ。やば、俺やばいかもしんない。そしたらもうこれぐらいもうドーンと言ってくれる人じゃないと俺は成立しないと思ったんで。まあそうね、全部が1位だ、つまんない。やっぱ1位にさえちゃんとつけてくれる人ということで、下手したら全部辛口評価の可能性もあるけど、1位って言えば1位だけど、これも全部ダメよっていう可能性もあるわけだもんな。マジプリそんな知らない、人柄そんな知らない人が実際にこの LINE 送られて、成人式遊びに行きますかっていうだけで見てるから。そうそうそうもう、容赦なく言ってくれてるから。うわぁ、そういう方がいいよ、やっぱり企画ですから。実力分かるし。もうでもファンの皆さんはどれが良かったか自分で決めてもらって全然いいよね。はい、姉に送った LINE、ちょっと名前伏せて、文章だけ皆さんにお届けします。まず1個目、今日はありがとう、久しぶりに会えてめちゃくちゃ嬉しかった、さらに美人になっててびっくりだったわ、ちゃんと喋ったのは初めてだったけど楽しすぎた、もし暇な日あれば普通に遊ばない、飯とか行こうよ。これ一つ。はいはい。あーでも結構なんか淡白やな。淡白というかシンプル、すごいシンプルだよね、うん、当たり障りのないと言いますか。
でももうちょっと行ってもよかったんじゃないかなと俺思う。そうやな。なるほどね。分かんないけどな。まあ関わりがなかったっていうのがミソなのかな。関わりがないからこそあんまりこう踏み込みすぎると引かれるか。なるほどね。みたいなのも怖かったのかな。成人式やから。グッと行ってもよかったかもな。成人式のノリっていうのはもうちょっとグッと行ってもよかったか。分かんない、これが正解の可能性もあるしな。そうやな。2人目。久しぶり。めっちゃ変わったよね。わら。あ、もちろんいい意味でね。振り袖姿似合ってたよ。中学の時はあんまり話せなかったけど、まあ大人になったら変わってるよね。俺も少し変わってたかな。今仕事何やってるとか知りたいし、もしよかったら今度ご飯行こうよ。うん、まあシンプルやな。感想混ぜつつ、あんまりやっぱ攻めすぎれないのかな。なるほどね。まあ、この方はちなみに絵文字はないです。あ、一切。うん。わらとかびっくり。びっくりマークって感じ。あんまり文字使わない。なるほどね。三つ目。久しぶり。久々に会ったまるまるちゃん。めちゃくちゃ綺麗になってて、最初誰か分かんなかったわ、わら。マジ、びっくりピーマン。ピーマンの絵文字と上向いた人みたいな。話聞いて、みんなも、そしてまるまるちゃんも頑張ってるって知って、俺も負けられへんな、思ったわ。今度飯でも行こうや。まるまるちゃんが好きそうなうまい飯屋知ってんねん。嫌いそうな飯屋も知ってるね。空いてる日あったら教えてな。なるほど。これはいろいろ確認することがあります。誰これ、びっくりピーマンだったよね。びっくりピーマンありましたね。なんかノリがあったのかな、中学の時から。そのなんかノリがあったのかな、その流行ってたのかな、中学の時流行ってたのかな、馴染みの言葉みたいな。そうそう、多分そうなんだ。懐かしいみたいな。多分そうなんだろうな。うわー、出たわあいつ、びっくりピーマン。それ中学の時言っとったわってことやわ。まあでもこうなんかいろんな話聞いたことがまあ自分の頑張る糧になったよみたいな。仕事って感じがするなのかね。まあそっから飯屋行こうっていう流れがまあどっちか、ね。好きな店。あんまり興味ないのかなって思うのか、あ、下心がなさそうで素敵って思うのか。あ、それはどっちか。どっちかやな。それからそのやっぱびっくりピーマンは何個つってないからでもまあ泣き引っ張れてこれ送った人は。そうやね。ほんまに考えられへんな。まあ、お姉さんの感想はちゃんとしっかりいただいてる。俺、姉ちゃんね、結構めんどくさがりだから、で夜に送ったの、みんなからもらったら、ちょっと、あの、一言でいいって、念をしない、本当、いいよ、これが良かった、あれが悪かったら、結構ちゃんと、企画に前のめり。そこは一言にしてくれよな。いや、ちょっと待って、誰が1位やろうな。いや、2回行く?まず中間をな、中間を知って人の上で、うん、ピーマンが2位やったらでも腹を交わるからな。そうやね、まずそうやね、2つはあまり内容変わらへんかったから、ピーマン2位やったら1つだけ、2つだけでちょっとこう、そうか、踏み込んでる感があったのよ。なんか結構ちゃんと好意ありますみたいな、賭けみたいなとこ、ね、そう、ちょっと若干ギャンブルに出てる。じゃあ俺、順位って文章を読むから最後に名前誰だったか言う。 OK、 まずじゃあ2位、今日はありがとう。久しぶりに会えてめちゃくちゃ嬉しかった。さらに美人になっててびっくりしたわ。ちゃんと喋ったのも初めてだったけど楽しすぎた。もし暇な日あれば普通に遊ばない？飯とか行こうよ。これ2位でございます。この方、僕大塩です。あぶね、2位、完全にピーマンじゃないと。じゃねえよ。え、でもさ、はいはい、そう思うとだよ。だってお前ピーマンやろ、ってお前ピーマンだから飛ぶよ。まあまあ、うん、感想聞いてもらった。あ、これ参考にして、自分たちの。そうやな、しよう、参考にしよう。短く担当直入で二重丸。結構やっぱ短い方がいい。絵文字もほどほどで丸。おお。ただ、普通に遊ばないは狙ってる感が出ちゃってて、なんか嫌。シンプルにまた暇な日あれば飯行こうとかだったら1位だったかもしれない。まあ、あの一言が余計やったって。しかし、これお姉さんに言われてるの。だからあの姉には多分ダメ出し食らってるよ。姉には、誰が何書いたか言ってないです。言ってよ。兄弟の絆を超えてこうね、光のお姉さん刺さった人がいるわけです。そうです。じゃあ栄えある1位の文章を発表したいと思います。1位は、久しぶり、久々に会ったまるまるちゃん、めちゃくちゃ綺麗になってて最初誰か分かんなかったわ、わら。マジびっくりピーマン。話聞いてみんなも、まるまるちゃんも頑張ってる知って、俺も負けられへんなと思ったわ。今度飯でも行こうや。まるまるが好きそうなうまい飯屋知ってんねん。嫌いそうな飯屋も知ってるで。空いてる日あったら教えてな。これ第1位のこと。ピーマンが1位や。ピーマン、
ピーマン。やるなこのピーマン男。この方平野大臣。ただこれ家計に出てたわけになる。まあそうね、うん、この回答も本当に賭けの回答がしまして、何、トータルで見たらあまり重すぎず軽めの誘いでリードしててノリも二重丸っていうのがあって、うん、びっくりピーマンなしだったらなおよし。やっぱびっくりピーマンが良くなかったんだ。全体的にエゼ関西弁だったらダサい。あ、なるほどね。これが本当の関西人やで、まあ、びっくりピーマンとかもボケみたいに使ってたらめちゃくちゃ素晴らしいんだけど、これを偽物がやってた場合はやばい、一気に3位ですよ。なるほどね、なるほどね、賭けの回答。なるほどなるほど。エセ関西弁なので3位でお願いします。いやいや違う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 、彼はエセ関西弁なので3位でお願いします。それはね違うよ、これはもう関西の人っていう設定で俺はやってるから、はい、まあ成人式やからね。そう、一回呼んで君の口で。あ、なるほどね。それを久しぶり、久々に会った〇〇、めちゃくちゃ綺麗になってて最初誰かわからんかったわ。マジびっくりピーマン。話聞いてみんなも〇〇も頑張ってるん知って俺も負けられへん俺も負けられへんな思ったわ。うん、この飯も行こうや。〇〇が好きそうなうまい飯は知ってんねん。嫌いそうな飯屋も知ってるで。空いてる日あったら教えてな。まあ、これは3位です。いやいや、3位の人は黙ってください。そう、3位です。いや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 、俺やったら絶対3位で、こいつ。いや、そうなん、お前やったら、ね、お前3位のやつにもう全然説得力ないです。いやいや、まず3位やろ。びっくりピーマン、ピーマンの絵文字3位でこれは。いやでもやっぱりちょっと今違うで。とりあえずちょっと黙っとけ。3位の国評、もう3位ない。ちょ聞こうや、3位の国評。マジで聞く？めちゃくちゃもう聞きたくないやん、お前。聞きたくないわ、もう3位なら。3位、でも、もう関西弁とかじゃない。悪い理由が。ほら、もう。とりあえず今のところでも、もう先輩も女性も1位はリーダー。LINE、俺 LINE の使い前やから。もう LINE を決定しました。こいつ LINE でしか持てねえから。文面でしか。文面でしか持てねえ男。ダセーよ。もう3位がなんか言うとろ。男たるもの直接会ってみろ。もう3位がなんか言うとろ。え、ちょっと待って。でもダサいな。全部3位やもんな、こいつ。携帯いらんよ。俺にこんなもん。いらない。ということです、もう。ラインは今回最終クリア決定。やるやん俺。さあ、こっから3位の何がダメだったのかを聞いていきたいと思います。またダメだしや。びっくりマークが多い。バス。あ、そっか、絵文字はマス一切使わずびっくりマークですね。そうそう、使ってなかった。で、俺も少しは変わってたかな、はてな。ナルシスト感が強い。褒められ待ちが伺える。そして、最後の文、なんか怖い、重い。何が、これで言うとね、最後の文は仕事の話したい、今仕事何やってるとかも知りたいし、もしよかったらご飯行こう。もうなんか詮索されてるみたいな。なるほどね、私のことをすごい詮索しようとしてるってなってる。あんま関わったこともないのに、もうガンガン来るやん。急にメリーさん来たと一緒やん。お姉さん、よく大志くんの文見て、大志くんの最後の文見て、はい、俺お前の好きな店も知ってるし嫌いな店も知ってる、これの方が怖いから。久しぶりに会って好きな店もどんだけリサーチしてんの。あの人のことみたいな。成人式やって2次会行ってるわけじゃん。でそこでなんか何なり喋ったりしてなんか美味しいな、そういう話をしたてで、俺は好きそうなお店も知ってるし嫌いな店も多分知ってるよっていう、しかも冗談でな。いやこれ多分これ絵文字拍手がついてて、多分俺が思うにうまい飯も知ってんねん、いや嫌いそうな飯屋も知ってんねんとか、どっちも言ってる感じが、いやいや知らんやろ私のこと、そういうことっていう感じなんだ。冗談やから。お前ちょ冗談。こっちがもうびっくりマーク、もう白黒の今仕事何やってるとか知りたいし、もしよかったら今度。朝起きたら隣の部屋から出てきたよ。もうで電話かかってきて、みたいなやつ。ということで、どちらのシチュエーションでも1位は大臣くん、2位は俺、3位は薫。なんなの、お前ちょっと勉強せよ、ちゃんと勉強しないやろ。これじゃあさ、シチュエーションなんか無限になるわけだ、うん、何だったらさ、勝てる勝てる、ちょうだいよ。それ次やろ、メモとか。俺このシチュエーションだったら、うん、いけるわ、絶対に1位取れます。これシリーズ化しようよ。1位取れる。俺これだったら1位取れる。第1回ないです。うん、俺第2回目指そうよ。な、俺なんでも俺も1位取れるからさ。先輩とかさ、あ、なるほどね。後輩行く？後輩行こう。あ、後輩行こうか。いいね、いいね。俺後輩の方が結構思ったりしない。なるほど。
まあでも3位の方はじゃあこれからはあそう次のテーマを指定できるそういうことでしょう。一個確実に1位を取れるものを用意する後輩となるか。オッケーオッケー。ということで改めて今回のラインは平野大臣やりました。